あいつらは午後になると校庭でパフォーマンスして人気取りをする。こんなんで人気取りになってんの？あ、心臓が。今後は走ったりするような激しいスポーツは控えていただくことになります。許せない。先輩は許せるんですか、こんなこと。先輩にはやれる。先輩はまだサッカーがやれるじゃないか。くださいよ。いらないならくださいよ。先輩のサッカー僕にください。俺の道を選択する。おっ、お、これが春雷。お、君、海坊主に興味があるのかい？なんだ？いい目の付けどころだ、新入生君。これは南雲原に伝わる海坊主という伝承の像でね。ちょっと待って、これさ、この前の時さ、ここで強制ストップなかったよね。海坊主で止められてる。海坊主が何かって？それがこの話の肝でさ。我が海洋生物部でも長年研究しているけど、その実態は未だ判明してないんだ。え、海坊主のところでさ、前ここでイベント発生しなかったよね。なんで今これそういう変更が起きた？一説では海から来た新人類、一説ではタコの見間違い。ある学者は海坊主の捕獲に高額な懸賞金までかけていて、うん、え？は？海？出た！ガチ海坊主だ！これは学会を揺るがす大事件！って、わあ！腰が抜けた。腰抜けとるやんけ。まずい。うわ、まずい。逃げてった。新入生くん、一生のお願いだ。やつを追いかけて写真の一枚でも撮ってきてくれ。ああ、南雲原の波間に刻まれた謎の正体を今その手で明かすんだ。え、待って、え、ここ、え、ちょっと待って、は、ストーリー変わってない？ストーリー変わってるよね？だって、前までは、ここで、ここ歩いてたら、桜崎がストーカーしてくるっていうお話だったんだよ。それが今、これ強制イベントになって、だって、まあ、桜崎はついてくるけど、あ、ついてくるんだ、ここは。別に、同じ方向なんだ。そうですか。うん、追跡を受ける状態になったけど、海坊主って任意イベントだったよな。はあはあはあ。わわわ、見つかっちゃった。さあ、海坊主とのバトル、謎のふわふわ。とぼけるふわふわ、強いね。海坊主、海坊。明らかに怪しいけど、一体何なんだろう。じっくり観察。桜崎も戦えよ。僕のことが見えてるの？強いな、こいつ。攻撃力が明らかに違う、さっきのジョセフィーヌと違って。で、とどめ、とどめ、110番通報で。110番通報だ。檻の中でふわふわしてろ。檻の中でふわふわしてろ。さあ、写真は取り損ねた。くー、残念だ。もう少し早く私の腰が治っていれば。おう、いや、しかし海坊主が喋るなんて、きっと次の学会はこの新事実で持ちきりだよ。早速水産実習棟に戻って発表準備をしなければ。ありがとう新入生くん、また会おう。
はい。まあ、これで海坊主。わかったぞ。あれは。ん？海坊主なんかじゃない。きっとあれは。とにかくこれ以上、海坊主の妄想には付き合っていられない。気晴らしに商店街でも散策して帰るか。海坊主のイベントがここで強制イベントになった。おお！顔いった！顔や！やっぱ気持ちいいわ。快感覚えてる。ささなみ運命。受け止めてやるよ。お前の思い。かっけえ。かっこいい。おい、桜崎。知れてるよな。少し力を入れすぎちまった。感謝するぜ、運命。おかげで目が覚めたぜ。僕だって同じなんです、うん、運命だなんだと言い訳して逃げてきたんだ。現実と向き合う勇気がなかったんだ。僕はもうサッカーから逃げない。覚醒だよ。完全にこの二人の覚醒ですね、これは。お、週刊5、木曽路平太が呼んでました。こよ。野球部の先輩方、え、サッカーで僕らと勝負しませんか。は、ここってみんなの校庭ですよね。野球部の先輩たちが独占してるのってなんか違うと思うんです。勝負をして僕たちが勝ったら校庭をこんなことに使うのはやめてもらう。サッカーとる。あれ、あいつ運命か。やっぱ俺が見込んだ通り面白いやつなんじゃん。そうじ興奮。いるんだこの学校に。空気読めないやつ。こいつキーパーだよね、確か。後々キーパーになるんじゃなかったっけ。ん、お前誰だっけ。まあ知らないよな、新入生だし。運命。この汚いボールでサッカーするのかな。運命よ、君誰に喧嘩売ってるか分かってんのかな。ええ、サッカーを侮辱するやつを僕は許さない。あー、かっこいい。稲妻イレブンっぽくなってきたよこれ。ねえ、もうサッカー、あ、カメオもいる。みんな見てるよ。あ、こうやって影から見てる。ライカちゃん？どんどん出てくるじゃん、キャラクターが。運命の中でサッカーへの思いが再燃した。覚醒ですね、覚醒運命。え？どうすんだお前。え、この学校での権力の頂点、野球部に喧嘩を売ったんだ。学校中を敵に回したも同然だな。あ、サッカーの勝負はなかった。サッカーの勝負なかったんだ。ああ、言ってしまったものは仕方ないです。やるしかないですね。あ、後々サッカーで勝負するってこと、これ。後々だが、サッカーでの勝負、二人だけじゃ試合はできねえぜ。あ、だから仲間集めしようってこと。二人だけだってか、そうそう、運命くんサッカーできないから実一人ですよね、今。こうなったら、サッカー部を作るんですよ。ほほほほほ。何？何？お二人さん。お、木曽路平太ここで出てくる。面白そうな話、混ぜてくれません？お、いいね、木曽路くん。なんだお前。運命と同じクラスの木曽路平太です。うん。すごいね、ここに、あれだね、桜崎がいるところに突っ込んでいく、この木曽路平太の、
この陽キャ力。消えろ消えろ消えろとか言うなよ。話は聞いてあげろよ。今まさにお仲間が足りないって話してたでしょう。サッカーが禁止されているこの学校でサッカーやろうなんてやつは他にいないかもですよ。うん、そらそうよ。だとしてもサッカーできないやつに用はない。うん、実はここだけの話、少しだけかじってまして。それは本当？本当？嘘ついてる。そうじゃない。何？サッカーなんか すごい反応だってよ。サッカーやってる？ピクッって。サッカーやってんの君？ピクッって。今は仲間が欲しいところですし、木曽路も入れましょう。おう。お。俺絶対これ嘘ついてると思うんだけど。本当？本当にかじってたの？いいのかよ。ちょっとくらいサッカーやってたからってこんなよく知らねえやつを入れて。まあよく知らねえやつではある。桜崎先輩のことだって僕はそこまでよく知ってるわけじゃないですし。うん、それはそうだな。ではおう。あ、ちょごめんなさい、ごめん飛ばしちゃった、ごめん飛ばしちゃった飛ばしちゃった、ごめんね。おう、わかったぜ。今あの L2 ボタンをちょっとピクって押してしまいました。面白くなってきた。うん、ごめんなさい。木曽路が仲間になった陽キャクラスメイト。夜、朝、校長室、理事長室、めっちゃトロフィーがありますけれども、どうした先生？お呼びでしょうか？どうした？なんか悪いことした？生徒がグラウンド使用権をめぐって決闘をしていると聞きましたが本当ですか？はい。しかもそのサッカーで対決するらしいんです。それはいけませんよ。サッカーはいけません。英子先生、先生も5年前の事件はご存知ですよね？サッカーはいけません。はい、聞きました。サッカー部の生徒が他校の生徒と揉めて暴力を振るった。うん、その子たちは補導され、サッカー部は廃部になったという事件ですよね？その件で我が校の世間の印象は著しく悪くなった。我が校の唯一の汚点です。それからこの学校でサッカーはタブーとなった。タブーとなった。やっとほとぼりが冷めてきたところですし、今さらサッカーの件を蒸し返されては。まあでもほとぼりが冷めてきたから今なんじゃない？困りますね教頭。は、生徒のことは生徒に解決させるのが一番。我が校の厳粛なる生徒会に処理してもらいましょう。ここで絡んでくるあいつが、さっきも見てたキーパー候補四川堂。うん、遅いぜ。うん、悪い、ちょっと調べたいことがあって。それでサッカー部を作るったって一体何からやるんだ？そりゃ当然部員集めかな。部員集め、まああれだよね。一番最初、稲妻イレブンの一番最初、まあ王が主題では描かれてましたけども、まあ遠藤がサッカー部員集めするシーンありましたから、それを作品はちょっと吸いましたけれども、体験できるってことですか、これは。いや、まずは部室を探そう。部室を探そう、そこから。自由な校風が売りの南雲原で、新設クラブの申請は比較的簡単。うん、でもその多くが、使う部室がないことによって待ち状態になっている。そうなんや。つまり物質を確保できれば、すでに申請が出されている新設希望クラブを出し抜いて承認されるってことか。そうなんや。物質見つけたらいいってことか。うん、なんか倉庫とかでもいいから見つけないとね。しかしサッカーは禁止、このルールがある限りどうしようもねえぜ。うん、その問題も同時に片付けます。どうやって？
片付けるってどうやって。あ、ちょっとなんかキプレイみたいになっちゃったってサッカー部禁止令を解除する鍵は生徒会が握っている。あー、こっちも生徒会なんだ。お互い生徒会に行くってこと。生徒会、それを調べていたのか。でもサッカー禁止令は学校の指示だろ。生徒会を味方につけても。僕がなんか過去変え、まあ、人生経験でいくと生徒会でそんなに権力ないっすよ。あの学校法人を覆すほどの権力はないと思います。僕に考えがあるんだ。それよりまずは部室になりそうな場所を探してみよう。そう、学校の方針を覆せるほどの生徒会の権力かなり強いですよ、この学校において。校内のめぼしい空きスペースはほぼ他の部活に使われている。ほう、今誰も使っていないところといえば。ちょっとそれを探しましょうか。あ、ここでまず情報収集からいきましょう。これは校内かな。まず外の人間を。あ、野球部倉庫使えるわけねえだろこんなの。こんな狭いところ。あ、でもこっちはワンチャン。いや、狭すぎるな、さすがに。うん、人は無理よ、さすがに狭すぎる。あ、こうやって見る。ここ行きたいね。さすがに狭すぎる。あ、これはいい広さですよ。体育倉庫、サッカー部部室候補として一応記録しておくか。しかも結構立派です。あの遠藤たちの部室よりも立派そうな見た目です、これは。あとは、あー、ここね、 OK。 なるほど、なんかいい広さのものがあればいいですけどね。これか。ああ、これも結構いい広さではあるけど。旧体育倉庫か。サッカー部部室として使えそうだな。ああ、旧体育倉庫。さっきの体育倉庫は多分ダメって言われるけど、これはなんかボロっちいからいけそうな気するな。何、これはどこ。多目的とここは無理な気がする。無理だよ、3人で使う広さじゃねえ。これは無理だろ。第二部活とここに空きはなさそうだな。うん、はい。じゃあちょっと情報ブックマークからいきましょうか。これで旧体育倉庫、これが候補になりそう。他は、あ、多目的と、まあ、これは、うん、無理だろうな。いいな、中学校に食堂欲しかったな、俺も。なるほど、なるほど。まあ、右はワンチャン。いや、無理だな。うん。体育倉庫。使用する領域で各部がシェア争いをしてるらしい。シェア争いしてるとか無理だよ。旧体育倉庫。これじゃない？これっぽいよな、いけるとしたら。うん。第二部活と、うん、文化部の部室があるところでサッカー部の部室は無理だと思いますね。まあ、旧体育倉庫が結構濃厚な気がしますね、この感じは。うん。ここ？旧体育倉庫か。うん。まあ、これでしょうね。ここなら今誰にも使われていないスペースです。条件を満たしています。うん。開けれんの？鍵がかかっているみたいだな。まあそうだよな。ここの鍵は霞崎先生が管理しているはず。霞崎先生、ちょっと霞崎先生、あの出てこないけど、あの多分あの校長忍ぶだよね。え、霞崎先生ならさっき帰って行ってたぜ。せっかく見つかったのにな。うん、だよね、多分わかんないけど。先生に相談してみますか。今日のところは帰るか。うん。ですね。帰ろ帰ろ。帰ろ帰ろ。そうですね。この二人がいれば、サッカー部を作り始めることができる。
まだ道のりは長いけど。道のりは長いっすね。全然長い。あ、え、早っ、イベント早くね。ねえねえ、帰りに海坊主まんでも食って帰ろうぜ。やっぱ海坊主関わってくる、これ。ああ、どうせ行くならうどんに。うどん好きやな。サッカーボールだ。木曽路、お前サッカーかじってるって言ったな。あ、あ、え、おほい。あ、あ、あ、嘘バレるよ。嘘バレちゃう、これ。見せてもらおうか。あ、お前のサッカー。あ疑ってるんですか。ふん、いいですよ。やばいやばい、嘘バレちゃう、嘘バレちゃう。大丈夫これ。桜崎先輩、これから運命にこっちに向かってパスを出してもらいます。そのボールを取るのは俺でしょうか、先輩でしょうか。おう、おお、なるほど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 。なんだと、面白い。ボールの取り合いってこと、パスの取り合いってこと。ああ、ボールキープ力の勝負です。俺は何をすればいい、これ。俺は何をすればいいんだ。これ俺は何をすればいい、これは。それ木曽路と桜崎、あっ、フォーカスバトルがサッカーになった。ちょっとサッカーになった。あ、ちょっとサッカーになりました。なるほど。桜崎に取られないように木曽路にパスをつなげば成功。はい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 、なるほど。一見サッカーに関係ないとバトルでも努力につながっていきますよ。はい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 、オッケー。隙はないぜ。で、どうすればいいの。あ、これ、ここ、あ、こう、ここだ。あ、いけた、よしよしよし。あ、こういう感じ。なるほど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 、こんな感じか。オッケーオッケー。はい、あ、この光ってるとこ行けばいいんだ。え、意外とやるやん、この木曽路の。見せてやぜ。はい、それ、どうしよ。オッケー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 、いいぞ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 。ガチでできるやん、こいつ。ガチでできるタイプ、まさかの。で、この金色になったとこに行くと。いいぜ、真ん中。どうしよ。オッケーオッケーオッケー。ちょっとサッカーになりました、フォーカスバトルが。え、どういうことだ。え、マジでできるやつなん、こいつ。嘘つきやと思ったのに。まあ、ざっとこんなもんよ。いや、わからん、勝ちてた言うても。いや、わからん、勝ちてたって言うけどさ、もしかしたら素でできるやつなんかもしれん。あのマックスみたいにセンスがあるやつ。え、何これ。笑っちゃうよな、あいつ仲間に入っているつもりなんだぜ。自分が浮いてるって気づいて。木曽路の闇の部分、これ。誰か教えてやれよ、お前を誰も友達と思ってないって。あいつサッカーで上手いやつのご機嫌取りしてんだぜ。ああ、お前何者だ。めちゃめちゃうまいやつ。でもサッカーをちゃんとやってたんだな。俺、木曽路のちょっと暗い過去、かわいそうなキャラクターの部分ですね、これは。ただ、サッカーをちゃんとやってたんだな。いやー、なんていうか。桜崎よりうまい。木曽路はサッカーをやっていた。つなぎの素地との異名を持っていたんですよ。つなぎの素地。なんだと。知ってるんか。え、なんで知ってんの。つなぎの素地。ストーカー行為がしつこかったんで、どんなやつなんだろうって調べさせてもらった。ああ、木曽路平太、転勤族の親、友達が作りにくい環境、それでもサッカーでは中心選手のサポートをして存在感を示していた。なるほど。存在感、俺が、俺が運命、やっぱお前怖いわ。いや、で、あのね、友達のことをさ、ネットで検索するのはさ、ちょっと怖いからやめた方がいい。うん。
だったら最初からそう言え。まあまあ、最初からそういう言えばいいんだけどね。つなぎの素地。まあ、練習相手程度にはなりそうだな。思いっきり負けてましたよ、桜崎さん。先輩が俺からボールを取れればですね。何？いいね、でもこう桜崎に対してこういう生意気な態度取れるってのはいいですよね、みんな怖がってるのに。まあまあ、先輩の納得も得られたことですし、今日のところは帰りましょう。まあ、そうだな。おう。これでサッカー部を作る足がかりができた。3人での帰り道、2人と一緒に試してみたいことがある。何何何、試してみたいこと何ですか。ついてきてる、ちゃんと2人はついてきてる、 OK。 何を試すんだい。お、校舎、これ校門だ。あ、サッカーボール。誰これは。誰これ、誰誰これ。急に透明人間出てきた。オーラを放つ青いサッカーボールは近づくと守る。あ、だからこれ軌道が出るのか。なるほど、わざわざ遠いところに取らせに行くためのシステムじゃなかったんだ。こういうことか。ん？でもアイテムだけだったな。なんだ今の。運命どうした、今何を蹴ってた。しかも運命にしか見えてねえのか今の。たまにあれやるんだよな。たまにあれやる。もう慣れちまったんだ。たまにあれやる。なんか見えちゃいけないのが見えてるって感じ。これ霊感強いってことこれ。大丈夫か。いや、なんでもない。怖いやつ、怖いやつよこれ。僕だけに見えるボール、サッカーへの強い思いが生み出した幻覚。でもついに選手まで。まだこの幻覚どんどん進化しそうですよね。こんな僕が二人と一緒にサッカーをやるためには僕の役割を果たさなきゃならない。はい、役割、その役割を今から試すってことか。はい、二人ともちょっと待って。お、なんだ。ああ、何。これからサッカーをやるなら二人が感覚を取り戻す意味でも特訓をする必要がある。うん、ああ、でも学校には特訓専用の施設なんてない。おい、何が言いたい。何が言いたい。100人階段。心臓破りの坂からのこの階段は南雲原生徒の隠れた体力作りを担っている。まさかお前。ああ、特訓ですか。ここを特訓場所に使えるか今試してみたいんだ。地獄だろこの。聞いてる二人にとっては地獄の話を聞いてるでしょ。運命何言ってんだと。はぁ、あ、地獄じゃない。な、100名階段だ。なに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 、急にスポーツ根性みたいな。なになになに、なに、なんかまた変なの見えてるって。100名階段、また幻覚見えてない。これ特訓となるといつもと違って見えるぜ。仕方ねえな。なんか見えたって。特訓バトルではポテンシャルゲージを通常よりも大きく上昇させることができる。代わりに経験値が得られない。なるほど。じゃあこれは、あ、 L2 とか特にないんだ。じゃあまあ2段通していこう。これもフォーカスバトルだ。はい、運命は、まあじゃあ応援、運命は応援して、あ、応援でチームが回復。マイペースでいくぜ。めっちゃ食らったな今。ちょっと待って、これパーでいくしかない。オッケー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 。で
百目階段はこれやってみよう。百目階段は勝利へと続く階段なんだ。そうな、そうなんや、勝利につながる階段なんや。これ全力ダッシュで、オッケーオッケーオッケー。ちょっと見えるな、回復は運命くんがやるんだね。これなんか剣みたいなのが出てる時に行くと多分これが抜群なんだろうな、リラックスで。でこれはチョキで、オッケー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 。特訓ですね。どんだけ上がるのかな、キックフィジカル。これ帰り道でやることじゃない。試したかったんだ、学校生活の中に鍛錬を組み込むこと。ああ。急速に成長することが、練習施設がないからまず日常で鍛えようっていう。日々の積み重ねが大事なんだ。経験値はもらえないが、わあ、めちゃめちゃ上がった、めちゃめちゃこれステータス上がりましたよ、これ。待って、またなんか知らんアイテム、知らんアイテム来たって。左と右知らんアイテム来た、マジで。なにこれ、卵、何の卵これ。うめえ、最初からスパートかかりすぎ。この階段はフィジカルとキック力をアップさせるのに最適なトレーニングマシーンになる。ああ、でも運命はなんでやんないんだよ。やるならみんなでやった方がいいだろう。運命やったら死んじゃう、死んじゃうって。それは、ん、死んじゃう。まあいいじゃねえか、ボスにはトレーナーとして俺たちのコンディションを見てもらおうぜ、うん、言い出しっぺなんだしよ。うん、そうなんすか。そうだ、それが僕の役目なんだ。プレーができなくても僕が二人のサッカーを導く。うん、南雲原では、え、他にも何特訓スポットを探せるかもしれない。なんか監視されてる。特訓スポットを見てたら記録しておくことにするよ。ヤギュウくんが見てる。これ他でもこんなことやんのか。え、海坊主。今日できることは終わった。うん。海坊主が見てた今。はい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 。じゃんじゃん特訓して入手しよう。ちょっと見ますか、今のアイテム。よくわからんアイテム来ました。これここで見れますか。あ？特訓の証、超越、熱血、統括。え、どういうこと？はて、どういうこと？持って帰れんのかな？え、また、うん？はぁ！あれなんだ？海？海坊主逃げてた。海坊主、追いかけよう。なんで？海坊主、これやっぱメインストーリー昇格してるな。ああいうのは関わらんに限るぜ。海坊主はサッカー部再建の鍵になるんだ。何を言ってんの？なわけねえだろ。どういうこと？え？海坊主の正体には察しがついている。もし僕の予想が正しければサッカー部の絶大な協力者となるんだ。え？はい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 。あ、装備変更。装備変更で今のやつつけれない。別にそういうわけでもないか。特訓はまたなんか、あー、なるほど。あ、なるほど、そういうことか。今のアイテムでこのスパイクとか買えるようになるわけだ。なるほど、理解、理解しました。で、海坊主おるな。いた。はいはいはい、いた。あんなところで何してる。海坊主を捕まえるんだ。海坊主を捕まえるんだ。あー、メインストーリーに昇格したからこそ
あれか、ストーリーが追加されたのか。ちょっとこれとりあえず撮らせていただいて、これ撮らせていただいて、さあ海坊主、海坊主捕まえた。あ、ここで進行、海坊主で終わり今回。嘘だろ、海坊主が巨大化した、海に連れて行かれる。大丈夫、あれは海坊主なんかじゃない。だったら何なの。ぐちゃぐちゃやって。海坊主と戦う、海坊主の逆襲強なってるな。よしよし、とりあえず気合で、これフォーカスバトル、体力めっちゃあるなこれ。本当に距離を取るで、たたりとかねえだろうな。オッケーオッケー、でもちょっとずつ削っていこう、これ頑張って。なんだこいつ。あ、グーに変える。体力、あー攻撃力強えな。本当に妖怪妖怪ウォッチだよマジでやってること。正体は誰なんだろう、正体わかんねえんだよな。あ、これ風圧ガードで近づくな。ファイアボー。あ、本当に海坊主なら、海に帰れ。本当に海坊主なら証明してみろとかじゃなくて、海に帰れ。ただの運命くんしか分かってないよね。あ、なるほど、これは木曽路くんで破るしかないか。正体はオッケー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 。ちょっとこれヒールしますか、ちょっと危ないね、ガッツギアで。でももうちょっとでこれ倒せそう。あぶくになるがいいよ。次のとどめ攻撃で倒せるかな。まじ、あ、失敗した失敗した。あ、これ間違えた、近づきたくねえぜ。まずまず、これ間違えた。グーで、本当に妖怪。オッケー、次のとどめ攻撃で倒せそうだね。言うことを聞かなければ、生徒会に言いつけますよ、生徒会に言いつけましょう。あれ壊れちゃった、あれ飛んだ足止めを食らったな。はい、未坊主なくなりましたね。なんだこれ、誰が入ってる中に。なんなんだな、チャック見えてるけど着ぐるみだよね明らかに。死んだのかな。あ、うん、そんな重要キャラだったの君。ただ中に誰かいるよね。これマジかよ。え誰。僕たちは海坊主の正体を知った。意外にもそれはサッカー部の命運を左右する大きな一歩となった。は？わかんないの正体。え？なんかここ、では入ってみますよ。はい、お化けとか出ないよね。あ、先生から鍵はもらった。ガキかよ。この扉の向こうにサッカーが待っている。本当？サッカーが待ってる。僕たちのサッカーが、ゴゴ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 ゴ。こっちはポエマーだ。君はサッカーが
できる。はい、あ、終わり臭いなこれ。終わりっぽいな雰囲気的に。チラ見せで終わりかな、自然道とかは。はい、遠藤春。さて、メンバー勧誘の作戦会議、もういるやん、始めようぜ。生徒会副会長、四川道我流の名においてサッカー部もどきの即解散を。カメオ。それでその無謀君が私に何の用？かわいい。どん底にいるってことは上がるしかないってことですよ。後でゆっくり見てみろ、面白いもんが見られるぞ。ササナミ運命、俺は待ってる。君は俺のところにたどり着くの。どん底から最高へ。もう遠藤春とのこれ接触があるってこと。稲妻イレブン、今日の格言ありますか？自分の境遇とガチで戦おうとしたことが。以上。はあ、おお、なるほど。いやでもなんかいないでって感じめちゃめちゃありますね。全部合わせ1時間半とかそれぐらいですか。サッカーできるんだったらもっと多分ボリュームが出てくるだろうし、いやーこれは楽しみです。ベータテスト体験版ストーリー第1章以上でございます。続きは製品版でという感じです。楽しみです。まだ